三和山大和国一宮、大三和神社の神奈美。大三和神社は山を御神体とし、本殿がない。神奈美とは、神道において、神霊が宿るお玉城より大を要した領域のこと。または、神代として、自然環境を神体とすること。万葉集においての表記は七つある。神が、鎮座する、または、隠れ住まう山や森の神域や、 ヒモロギ、岩倉となる森林や、神木や、鎮守の森や、神体山を、また特徴的な岩や滝がある神域などを指す。ヒモロギと岩倉の総称でもある。より大となる森林や岩などがない、カンナビアもある。カンナビは、神並びの、カンナビが、カンナビとなったとする説や、ナビは、隠れるを意味し、神が隠れこもれる場所とする説がある。もっとも後者は、 上大特殊金遣いの発見により否定されている。カンナビはアニミズムでもあり、自然への感謝や、池や、粋風の体現であるが、神の住まう神域や、常よと現世の端境、または、その常よと現世を分かつ結界や、金俗地なども意味する。自然を、手付けかずに残す事例として、自然環境の保護の観点からも重視され、 里山やその周囲の文化として貴重であり、固有の土壌細菌の発見が、新薬の開発のきっかけとなることがあるほか、世界中の自然環境学の研究者などが、研究に訪れる場所でもある。現在の神社神道の神体は、社であり、神奈美とは言わない。神社神道も本来は日本で、自然発生的に生まれた、原始宗教と言われ、自然崇拝や、 精霊崇拝を内包する古神道から派生して、現在に至る。現在の神社には、主たる祭神の御事とは別に、自然という神体が存在するのが常で、神体として、締縄が飾られた社とともに、境内の内外に、神木や霊石や、鎮守の森の故障や滝などの神体が存在する。古い神社では、拝殿や、本殿もなく、 自然のカンナビそのものを祭人として祀るところもある。出雲国風土記にはカンナビの山が4箇所記載される。カンナビの漢字表記は様々。霊峰富士など、山岳振興を参照。ありがとうございます。